皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやすんです今回のテーマはこちらになりますスマッシュのスピードを極限まで早める方法こちらのテーマでやっていきたいと思います結構ですね、スマッシュにスピードが出ないっていうことで悩んでいる方もっともっとスマッシュのスピードを出したいと攻撃的にバチンと一発で抜きにいきたいと思っている方っているんじゃないかなと思います で今回はです、ね、もうそういう方のスマッシュのスピードをです、ね、もっともっと速くなるような手助けができたらなと思います。はい、でそのスマッシュのスピードを速めるために必要なことって何かなっていうところなんですけどそれはボールに当たる瞬間ですねボールにラケット当たる瞬間打球する瞬間のインパクトなんですね。このインパクト このインパクトをどうしたら強められるかっていうところがもう完全な鍵になってきます。はい、このインパクトを強める方法っていうところに焦点を当ててこれから三つのポイントで解説していきたいと思います。えー、まず一つ目のポイントはしっかりと遠心力を使うっていうことですね。えー、どうしてもですねこう入れようと思ってこう。 縮こまった感じのコンンンパクトなななスススイイググだと遠心力がが使えないいピードも上がってこない逆にちょっと腕を伸ばし気味にして体をしっかり回すことで遠心力を使ってスイングスピードっていうのが倍増するような仕組みになっているんですねですのでもうとにかくスマッシュのスピードを速くしたいでスイングスピードを速くしたいという方はこの遠心力をしっかりと使うっていうことをちょっと強く意識してみてください。はい え二つ目のポイントですね。二つ目のポイントは打球の瞬間にこうラケット手首が曲けないようにするっていうことですね。はい、えー。当たる瞬間にですね、こうボールが上がってきて打つ瞬間に手首がこのように外に反れるように曲がってしまうと力がですね外に逃げていってうまくボールに伝わりません。なので当たる瞬間に内側にくって入れるような意識ですね。 意識で手首がぐって固まっていくと負けなくなるんですね。負けなくなるとそれだけでインパクトの強さが上がります。はい、この手首が負けないようにする。もし負けてしまう人は少し内側に入れるような感じで意識してもらうとインパクトが強くなりやすいと思います。はい、次は三つ目のポイントです。三つ目のポイントはボールを捉える場所ですね。捉える場所は。 体のこれがですねあのボールを引きつけすぎて体の後ろの方要はタイミングが遅くなってしまうとスイングスピードが乗り切る前に当たるのでスイングスピードを確保できないで結果的にインパクトが弱くなってしまうんです、ね、逆に前すぎると本来だったらここでグッて力が入る。 まあ、人によってちょっとずつその力が入るポイントって違うんですけど大体斜め前でグッて力が入るのに前すぎるとそこでうまく力を入れられないんですね前に行きすぎると。というところでここだとスイングスピードがもう失速していくようなポイントになるので必ず一番力の入る体の斜め前でしっかりとグッと入れてもらうということが大切になってきます。この3つのつポイントですね遠心力 であとその手首が負けないようにするで、えー、ボールを捉える位置ですねこの三つのポイントをしっかりと意識してもらうと、えー、打球のインパクトがすすごく強くく強なってくると思います、はい、もちろんですねスイングスピードを弱めてしまうとあの自分の中で100%の力を出せないとあのインパクトは強くならないので常にその100%の力でガンっていくっていうのは意識してもらいながら皆さんが意識していないことが多い。 この三つのポイントをやってみてくださいそれでは実際にスマッシュを打ってみようと思います